はい、シューチャンネルのシューです。今日はですね、ちょっと証拠にもなく、地銀の方再度6匹ほど購入いたしまして、ちょっと記録的に動画をつけております。地銀の動画がね、どれだけ需要があるかちょっとわからないんですけど、いいねの数がね、視聴回数に、対して結構ついてたので、それだけね、熱い、コアなファンの方が多いと、勝手に思っております。そんな感じでね、こちら、もう色変わりしてますけれども、鱗を剥いてないです。あえて剥いてないで売ってあったもので、ただ症状なんでね、核比例しっかり染まって、素若なのでね、色を剥がせば、全然いける個体ということでね、ちょっと種親候補にね、導入して、おります。購入に至った経緯なんですけど、わざと入れないから、すごい安かったんですよね。でもお値段の方がね、ちょっと差し控えますけど、時期にしてはありえない値段ということでね、そこら辺の、ホームセンターで買うと、同じ値段ぐらいかな、和金とか、龍金とか、そんな値段で売っておりました。それでね、意図は分かりませんけど、どうなんですかね。あえて種用に残されてたのか、多分愛好家のが流れてきただけと、思ってるんですけれども、時期自体がね、なんていうのかな、使えない個体が少ないというかね、そこまで、ひどいのが混じってこないんで、数買っても意外といいものが混じってたりするんでね、あくまで品評会を目指さないところでの話ですけども、はい、こんな感じでね、購入しております。前回ね、イベントの時に購入した分の系統なんですけど、あちらの方は意外とね、赤の方が薄いんですよね。個体差とかいうか系統差なのか、餌の質なのか、分かりませんけど、こちらの答えはね、親指大のサイズ、それ以上あって、今ね、これだけの色が出てますんで、今はね、結構いい買い物じゃなかったのかと、思っております。ちょっと時期なんでね、落とさないか不安なんで、しっかり水合わせをして、しばらくはね、ちょっと水槽でね、また観察したいと思います。で、良さげな、個体、親になりそうなのがいたら、5匹ぐらいをね、選別かけて、外で飼育して、来年、再来年にはね、小取りをしながらね、まだまだ時期初心者なんで、極めていきたいと思うんですけれども、はい、こんな感じで見ていくと、時期の尾の広がり方、泳ぎ方、あとヒレの柔らかさとかがね、よくわかるんですよね。まだね、どの時期が、自分にとってベストかっていうのがよく分かってないんで、自分なりに見て、他人から見たらね、ちょっとした違いでね、気にもしないところなんでしょうけど、選んできております。自分がね、見てる、ここの中でも、3パターンぐらいはあるんじゃないかと、主にヒレと体型ですけどね、思って、分けて購入してきてます。こういう感じでね、横身で見てもヒレの付き方が下付きなのか上付きなのかとかですね、結構ね、同じように見えて違うんですよね。これがね、将来どのような個体差で出るのかとか、そういうのもね、興味を持ってね、今飼育しております。しかしね、時期なんでね、なかなかね、金魚飼われてる方でさえも、よく分かってないことが多いんで、僕もその一人なんですけど、なかなか魅力的ですね、このヒレと形と。ちょっとね、今からしっかり楽しんで極めていきたいと思いますんで、10年やっても極めきらんでしょうな、こういう系統は。はい、とりあえず泳がせましょう。はい、水槽移動完了いたしました。新たに購入しました時期です。今は結構ね、泳いでくれてるんですけど、前回のね、イベントで手に入れたものと比べてバランスが非常にいいのと、赤の出がいいですかね。ヒレの付け方もね、上から見る感じで選んじゃうと、意外とね、ちょっと上の方についてるやつを僕は選びがちなんですけど、今こうやって見てるとね、水槽の横身の飼育でも、ちょうどいい具合の、ヒレの付き方といいますかね、特に尾びれが。完全にね、色変わりはしてますんで、もう鱗を剥ぐことはありませんが、鱗を剥いでない分ね、体質的にも非常に、強いというか安定してますんで、普通に考えたらね、人間でも皮膚剥がされて、
復活させられたところでね、皮膚が強くなるかというと、微妙なところでもありますしね、まあそういう金魚なんですけど、人為的に皮膚を剥がすという行為がね、魚にどれだけの負担かけるかっていうのは容易に想像できることなんで、それをしないというだけでもね、魚の、抵抗力であったりね、生命力は、だいぶ強くなるんじゃないかと思っております。うん、この系統は意外と横身で楽しめるかもしれません。うん、で今気づいたんですけど、この個体は、尾びれが若干、左右でずれとりますね。ちょっと付け根とか、上身で選んじゃったんでやっぱこういうことがあるもんで、これはまたね選別眼といいますかね、鍛えるしかないかなと思います。ちょっとね、今回のところはベアタンクでね、このようにスポンジフィルターで、一時様子を見ながら、水槽飼育の分と、外に、水槽ね、池に泳がせる分とでちょっと分けていこうかと思うんですけど、なかなかいい感じですね。前回の系統とはまた違った感じで、そうですね、どちらかっていうとね、まだ体高が出てないんで、どっちかっていうと六輪っぽく見えるっちゃ見えるのかな。まあ、でも六輪ほど、シャープではないんで、今から体高を上げていく作業に入ると思うんですけど、あとね、よくね、なんていうのかな、目の際を見るっていう風に習ったんですよね。目の際がね、赤いか赤くないかでね、色の染まり方が分かるっていうようなね、なんか裏テクみたいなのも聞いたことがあるんで、そういうのもね、ちょっと気にしながら、今後もいじっていきたいと思います。残念、ちょっと1匹だけね、尾びれの付け根が出てるのがいたんですけど、まあこれはこれでね、修正が効けば、いいと思うんで、まあ気長に、横身の魚として楽しんでいこうかと思います。時期、需要があるか分かりませんけれども、閲覧数もね、今1週間2週間3週間と、動画提供して、450回以上回ってますんで、それなりに見ていただけてるようでよかったです。今後もね、時金が普及するように願っておりますので、定期的にですね、動画を上げていきたいと思います。まずは水槽飼育、そしてですね、まあ、繁殖と、合わせて、そのうちにね、時金もいろいろバリエーションが、最近は出てきておりますので、そのようなものの紹介なんかも織り交ぜていきたいと思います。はい、以上シューチャンネルからでした。どもどもどもー。結構楽しみですね。最近はね、色変わりしない真っ黒な時期もいいんじゃないかと思ってるんですけど、まあ自分だけですかね。どもどもー。